今回紹介する本は、カレル・チャペックさんの、演芸家12ヶ月という本です。それでは本の内容を紹介いたします。チェコの生んだ最も著名な作家カレル・チャペックは、こよなく演芸を愛した。彼は、人々の心まで耕して、緑の木々を茂らせ、花々を咲かせる。 その絶妙のユーモアは演芸に興味のない人を演芸マニアに陥らせ演芸マニアをますます重症にしてしまう無類入会な本ではここで実際にこの本を読まれた方の感想をご紹介します演芸家のドタバタ喜劇何かにハマっている人というのは本人が真剣で一生懸命であればあるほど 他人からは理解し難い存在となりますその奇妙なというか時に常軌を逸した行動は哀れというよりはむしろおかしかったりするものです。本書では演芸を熱心な趣味としてしまったものの悲しいさがが鋭い人間観察によって丹念にというよりも容赦ないほど必要なくらいに描かれています。 SF 小説でロボットという言葉を発明しノーベル文学賞候補にもなったほど多彩な作風を誇るカレルチャペックですが自身が演芸熱に氷つかれたばかりかどうにも演芸に振り回されてしまっているありさまを自虐的に綴っているともいえますさらに役者も巻末の注釈で相当の演芸家ぶりを発揮しています春の演芸家は 植物が芽をを出しし茎をす,くすくと伸ばす様子にワクワククていますいやそわそわと落ち着きがないと言った方が良いでしょう夏の園芸家は早く一雨来ないかと焼きもきし降れば降ったで降りすぎだとブツブツぼやいています秋の園芸家はお隣の庭が気になったり新しい球根が欲しくなったり寄せばいいのにいそいそと出かけ 冬の園芸家は、本当の園芸家とは関わるべしと言わんばかりに、土をふかふかさせることに悪気になっています。そして、必ずや自分の庭の不完全を発見することになるのです。かように園芸家の生態とは、年がら年中様々な衝動に突き動かされ、いても立ってもいられず庭に出て、どうにもままならない日光と水と土とを相手に格闘し、 それで満足するどころか、証拠りもなく、ずんずん、どつぼにはまっていくものなのです。それにしても、このようなユーモアの文体を私は他に知りませんが、さながらスラップスティックコメディのタッチと言えるのではないでしょうか。それも、ジャックたちの映画のように、爆笑を誘うものではなく、その純粋さを愛を惜しむような微笑みを促す悲劇です。以上。 読者の方の感想をご紹介いたしました。興味のある人は詳細はこちらから実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。また他の商品の紹介も見てみてください。最後によかったらチャンネル登録をお願いいたします。